いやー、ちょっと暗すぎるかな、これは。どうだろう。はい、こんばんは、メイヤです。ですね、今回はですね、最近、ちょっとタイトルにテスト動画ってついてるんですけど、ろくにテスト動画、何のテストなのかっていうような動画ばっかりだったんですけど、今回は本当にテスト動画ですね。見てわかるように、夜の神社に来てます。ですね、ここで試すのがですね、この夜間撮影のテストなんですけど、もともとですね、このカメラがですね、昼間の撮影には向いてるんだけど、夜間撮影には向いてないっていう、そういったなんかちょっとしたアクションカメラなんでですね、それでどの程度、夜の撮影ができるのかというのを試しに撮りに来てます。ではちょっと今はですね、ここ街灯がここにあるんで、まだ見えてる方かもしれないんですけど、もうこの先真っ暗なんですよね。で、ちょっと歩いてって、どんな感じで撮れるか見ていきたいと思います。どうなんだろう。うわあ、映像がひどい。真っ暗すぎる。ちょっと待ってくださいね。一応こんな時のためにこれを用意してるんですよ。見えるかな？見えないかな？ LED ライトですね。ちょっとこれをつけてみたいと思います。ああ、この LED ライトでもちょっと明かりが弱いですね。こんな感じか。うわあ、どうなんだろこれはちょっと使えないかもしれないな。本当にこの明かりを照らしたとこしか映らない感じですね。なんか昔の8時だョ全集合のコントみたいな、そんな感じになっちゃってますけど。ああ、ちょっとこれは厳しすぎるか、思ったより。一応ですね、少しは明るくすることができる設定があるみたいなんですけど、それでもこれはちょっと厳しすぎるかもしれませんね。一応ここにも街灯はついてるんですけど、それでもあまりこの撮ってる感じでは全く真っ暗な映像なんで、ちょっと厳しいかな、これじゃあ。ですね、本当はですね、これでちゃんと撮れればですね、心霊動画みたいな企画をやりたかったんですけど、どうして心霊動画を撮りたいって思ってるのかっていうとですね、自分がですね、学生時代にオカルト属性っていうか、オカルト系のことにハマってまして、当時はインターネットなどない時代だったんで、そういった文献、図書館で本を借りて読んで知識を得てたんですけど、今はネットで簡単に調べていろいろね、わかるんで、また最近ここ5年ぐらい、そういうのにハマってるって感じですよ。それで今回やっぱり、YouTube に上げるのならちょっと心霊企画的な動画を上げたいなと思っています。あとはですね、当時はまだ自分が学生の頃って、オタクとか中二病とかいう言葉がなくてですね、まだそう言われてなかったんですけど、多分俗に言うところの、そういう中二病とか、オカルトオタクみたいな、そんな感じの学生だったと思いますね。自分で言うのもなんですけど。それで40過ぎた今になって、またちょっとその中二病が再発しまして、こんな感じで心霊動画みたいなのを上げてみたいなとちょっと思っちゃいましたね。ああ、やっぱりもう全然映らないですね、画像的には。これ撮影しているのがですね、7月の15日なんですよ。これ1日ずれてたらよかったんですけどね。っていうのも、7月、1日前の7月14日はですね、あまり知られてないですけど、オカルトの日っていう、記念日なんですよ。で、なぜオカルトの日って言われてるかっていうと、確か昭和49年に初めて日本で、アメリカ映画のエクソシストが公開された日だったっていうのがあると思いますよ。それとあと、確か、その13日っていう数字が、不吉な数字って呼ばれているっていう、そういうことから7月13日がオカルトの日っていうことに
なっていたんだと思います。あとまあ13日の金曜日が不吉なその日って言われてるのは、確かあのキリストが処刑されたのが金曜日で、でまあ13日だったかどうかは定かではないんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたあの最後の晩餐ですかね、あの絵に描かれてる人が13人で、その13っていう数字がそのキリスト教では不吉な数字とされていて、でなおかつそれとキリストがその処刑された金曜日を合わせて13日の金曜日っていうのが不吉な日っていうようにされたんだったと思います。まあ、詳しくちょっと調べてないんでわからないですけど、確かそうだったと思います。思った以上に撮れてない感じですね。一応これで階段登って上まで来たんですけど、あライトももう少し明るいって思ってたんですけど、ちょっと弱かったですね。まあおそらくこれをパソコンに取り込んでもよく見えるようなことにはならないと思うんで、そうだな、もう一度撮り直しですかね、これテスト動画。まあこの神社最初に来た最初の時に撮影したあの神社ですね。ああちょっと無理そうなんで一旦戻ります。一応言っときましょうか。それではまた。